テーマ始まりました。早速呼んでみましょう。マッティー。何？マッティーだよ。マッティー。マッティー元気だった？元気です。サクちゃん元気だった？マッティーだよ。何を言ってもマッティーだよ。マッティー落ち着いて。え、何？マッティーの声のベテラン感が半端ない。え、どこがベテランなの？僕はマッティーだよ。マッティー、正体はこの後すぐ。ヤオさんが出る番組じゃないんです。その動画を見せたいがためにこのオーディションを見たらダメなのね。後半もベロベロじゃないですか。ベロベロって飲みながらやんないから大丈夫。マッティーとやらすよ。え、ぜひやらすよ。ぜひ。ここ工藤咲のステマ。さあ、オープニングで驚かれた方も多いのではないかと思うんですけれども、早速登場してもらいましょう。マッティーの声の主、この方でした。声優の八尾和樹さんです。どうも、マッティーこと八尾和樹です。ありがとうございます。いや、今度からマッティーの声やらせてよ。え、ぜひ。八尾さん、お元気でしたか？うん、久しぶり。久しぶり。絶対、さっきね、これ番組始まる前ご挨拶したんですけど、実はちょっと面識がありまして、うん、はい、何回かご飯ご一緒させていただいて、私はすごく覚えていたし、元気かな八尾さんって会えるの楽しみにしてたんですけど。いやいやいや、まあ、あの頃はもう本当に飲んだくれてたからね。もう最近はちゃんとおとなしくしてますから、はい、記憶を確かに持ってきてますから、はい、大丈夫です、はい、今日なんとなく思い出してきた。本当ですか？あの狭いほら、あの居酒屋あったら、そう、狭いあの、ね、打ち上げでさ、そう洞爺湖でね、洞爺湖のですね、うん、はい、そう、俺は初めて行った時に一緒だったんじゃない？あれ、2、3回お会いしてるんですよね。その後、だからそれからね、うん、何回か行かせてもらって、はいはい、そうそう、だから去年は亡くなったけど、はい、残念でした。今年だ、はい、来年はね、ぜひね、また、ね、なんとかやりたいけどね、はい、すみませんね、急に。いや、全然こちらこそ。申し訳ない。いやいや、こちらこそありがとう。完璧にプロモーションですからね。いや、聞いてるか、この番組ね、ものすごくね、ギャオさんが出る番組じゃないんですよ。あ、そうなの？そういうちゃんと品位のある、ちゃんとした。違う。もうなんかね、申し訳ないぐらい、今日を機にあの飛躍していく番組です。普段はですね、あの私の好きなものを、うん、徹底的に祭り上げる番組ってことで、あのアニメだったり映画だったり、うんうん、まあ、漫画だったりいろいろ紹介してる番組なんですけど、うん、今日は八尾さんに紹介していただこうっていうことでね、来てもらいました。はいはい、このマーダーミステリーっていうジャンルの、なんだそれって、演劇、朗読劇をね、うん、この度やられるということで紹介していただいていいですか？はい、マーダーミステリーっていうゲームのジャンルがあって、はい、まあ、それだからゲーム好きの方にはもう本当に割とね、うん、人気が出てきてるジャンルらしいんだけど、うん、操作をしたりとかしてミステリーをね、謎解いていくっていうゲーム、はい、それがだから自分が参加して、はい、いろんな証拠集めとか証言集めとかを自分でやって、そういうゲームと今回は朗読劇を、はい、融合をして、はい、生で実際に我々も朗読劇をやりながら、はい、そのゲームの中に入っていって、お客様は陪審員として裁判に参加していただいて、その陪審員の皆さんの投票によって容疑者が決まるっていう新ジャンルすぎる。そうなのよ。その新たな試みのやつにこの度出演するっていうことですもんね。そう、新しい音楽の八尾和樹が。なんか携帯をお客様は舞台でこう見つつ、でもこっちでもやってくれているのを感じつつ、目が何個あればいいんだっていう感じですね。そう、目と耳と、うん、五感で顔を感じてほしいなっていう。だから普通はほら劇場に入ったらね、携帯切るじゃない、はい、もう絶対つけてるやつもパン、うん、逆つけて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 、だからパソコン持ってきてくれる人もいるみたいだし、画面の中で我々が芝居しているところも映るし、だこっちでも芝居してくれてるけどこっちでもやってくれてるんですね。もちろん生で、うん、わお。地図が出てきて、はい、地図でこういろいろ現場がいろいろ映るって、はい、そこを確認できるわけ、自分の目で、謎解きのヒントみたいなのがこうタッチできるみたいな感じですかね。パーティー会場だったりビップルームだったり、はい、楽屋だったりっていう、ミラライラっていうアイドルグループのプロデューサーの JK 夏樹っていうのがあるパーティーの夜に殺される。 JK 女子高生なんですか？女子高生女子高生好きの、待って、八尾さん KJ って書いてある。あ、KJ だ。やだやだやだ。殺されて、はい、その犯人をこう探すというのがミステリーなんだけど、うん、殺される役、殺される役と、あとはその裁判のを進めていく検事の二役。そうなのよ。大変ですね。2倍の量必要なんじゃないですか？そうなの。わお、大変だ。そうなのよ。だから結末によってはね、はい、だから結末こっちにしてっていうふうにね。
こっち頑張ってっていうふうに。あ、そうか、結末も、うん、あの私たち見る側によって変わるから。そうだって決めるのは皆さん、陪審の皆さんの投票だから、はい、だからもう喋るの多い結末ばっかり全公演になるかもしれないの可能性もある演じる側としてはどう、そういう意味で言うとお客様を騙すか、はい、っていうのも一つの楽しみだよね。なるほど。お客様がこっち、私を犯人と思ってくれるように導くこともできるし、やめてっていうふうにできるし、それはもう完璧に役者の方だよね。かっこいい、今日はこっちに誘導してやるぜ。そうそうそう、みたいな。だからその日の気分でもある意味いいんだよ。あ、じゃあもう全公演見に行かないとダメなやつですか、これ。そう、そういう意味ではそうだよね今日は私犯人になろうと思ったら、うん、そうやって導けばいいんだもんね。それは面白いよね。楽しい、今日の八尾さんは何かなみたいな楽しみ。だから俺もリアクションもあるわけだよ、それぞれの、はい、それぞれの証言によってんっていうね、おお怪しいのかなとかっていうのも、あ、これは嘘だなとかっていうのもこちらは芝居できるし、そこら辺もだからすごい、やっぱそれは生の良さで、うん、面白いなと思う。朗読劇ってことはずっとこう本を片手にお芝居、うん、動いたりもするんですか。演出上では動きがあるところもあるけど、うん、基本は座ったまんまでやるけど、やっぱこうね、あの芝居に入っちゃうとどうしてもこう動いたりとか台本外したりとかして、うん、ふって見た時にどこに戻ればいいかって分かんなくなる時があったり手首きそうですね、分厚いと。結構来るね聞いた話、ハリーポッターサイズだとか六方全書まではいかない、六方全書までぐらいだったかなっていう。そんなにねえよって。腱鞘炎に気をつけてください。あ、大丈夫です、鍛えてますから、ね、オーディションで役をこれ勝ち取られたって。今回のメンバーは全員オーディションで選ぶっていう、はい、あれがタイムラインで来て、うん、今回の演出をやる監督の鈴村信弘っていうのは、はい、もう昔からの知り合いなんだけど、彼がまあ新しいものに挑戦するっていうんで、マーダーミステリーっていうジャンル俺は分からなかったので、はい、あ、ちょっと面白そうだなと思って、うん、エントリーシートを自分でこう書いて、はい、貼っついてる原稿を芝居して動画で送ってくれっていうのがあって、はい、その原稿を読んだ時に、あ、これこうやったら笑えるな、おもろいなと思って思いついたから、その動画を見せたいがためにこのオーディションを受けただけなのね今回は黙って送りつけるだけサプライズ案の定ちょっとっていうのがすぐ来て、ヤオちゃんやってくれんのって、いや、シャレシャレシャレって面白かったでしょあの動画って、俺はいいから、あのちゃんとね、もっと若い、あのこれからの可能性のある俳優さんにやらせてあげてって言ってお断りしたんだけど、はい、いやいやいや、やってよってことになっちゃって、あら、どうしてもやるのっていうことでやらせていただくと。この動画見たいですあ、今度見せてあげる。え、本当に、あれは面白いよ結構自分の中で、うん、結構受けた自分で、こう、ほら自分の芝居でさ、はい、想像してさ、はい、あ、これやったらおもろいだろうなと思って、うん、時々自分でプッてやって、なんて嫌じゃん、はい、うん、それはそのままいけたから、うん、結構面白かった、自分で。八尾さんレベルのね、レジェンド声優さんの役者さんだから、もう名指しで来たのかなと思うけど、自分でこうタイムラインからっていうのがね。いやいや、俺らはほら、全部オーディションじゃん。俺は12月1日締め切りのなんかオーディション1本あるよ、これ。うちで撮ってくれって。春の新番のオーディション。はい、で、ここまで言ってるから、新番で俺の名前がなかったら、オーディション落ちたなっていう。やだ、セキララ、やだ。だから俺らは結構オーディションだからね。いや、でも自分からタイムラインから拾って、しかもこう自分で全部用意して、うん、プロフィール、エントリーシート、うん、書いてっていう、このね、積極性見習わないといけないなと思いました。待ってても仕事は来ないし、来ないし、なくなっていく一方、うん、まあまあまあ、そんな熱を入れてなくなっていく一方ですよやっぱ新しいことをなんかやるってね、うん、面白いもんね、はい、知らないことばっかりだから。でもね、若い今の子たちと一緒にやると、はい、ああそういう感性かっていうね、新しい感性にもこう触れられるっていうのは楽しい。今回の舞台なんですけれども、はい、まあ、生で見るのはもちろんなんですけど、うん、配信の公演もあるっていうふうにね、そう聞いたんですけど、新しいですね、まあ、時代だなっていう感じでも今回はちゃんとあの四谷のアウトブレイクにお客様入れて入っていただいて、はい、そこで生でも実際やりますから、はい、まあ、ぜひ行ける人は生で行くべきですね、これはもう、うん、生の方がやっぱ面白いから、はい。場所はどちらでしたっけ。四谷のアウトブレイクっていうところですね、うん、もうだからすぐなのよ、今週の木曜日からだから、1日3ステですよ。わー、大変お疲れですね、これはいや、本当最初4ステって4ステふざけんなよそんなにやってどうすんだよ。でもほら今はね、はい、あのこういう時代だから、やっぱお客様の制限を
するので、あ、そうか、一席空けてとか、なんかそういうのもあるんですかね。そうだから、その回数を増やさないとって制作サイドは言うけど、お前やるのは俺らだぞっていうね。いや、致し方ないけど、役者さんのことを考えると。そうよ。後半もうベロベロだよ。ベロベロって飲みながらやんないからな。もう飲みながらやったら最悪だよ、ね、もう最後ロレツ回ってないと思うよ。詳細は URL がこう下の方に多分あると思うので、うん、ぜひそちらの方をチェックしていただきたいと。結構こと細かにね、はい、あの更新してるんで、うん、どんどん見ていただきたいと思います。ぜひチェックしてください、うん、よろしくで、うん、では本日は矢尾さん、ありがとうございました、はい、お忙しい中。いやいや、とんでもないです。この後だってまた稽古戻られるんですね。稽古着ですか。まあ、そんなようなもんだよね。今日もド派手だなと思いました。いやいやいや、はい、ではお疲れの出ませんように、はいはい、楽しみにしております、はい、ありがとうございました。